数限りなく結構 YouTube に載ってるでしょ、これ。はいはい。もう喋ってていいんですか？大丈夫です。あ、撮ってます。で、その、ワインレッドって確かね、もう僕が、もう医者になった頃にはもう大ヒットっていうか、大定番。はい。大体カラオケの。はい。だから、玉置浩二安全地帯の、ワインレッドよりも、うん、看護師さんが歌うワインレッドばっかり聞いてたっていうか、僕ね、救急病棟とかやってたでしょ。はい。だから、もうすっごい、ある意味プレッシャーなんですよ。はいはいはい。もう毎日、ある種、この、命がけっていうか、はい、本当に生命を守らなあかんので、はい、救急って、精神科の救急ってあるんですよ。はい、だから、年に3回ぐらい、まあ、みんなで、宴会も今、宴会できなくなりましたけど、宴会やってる時はもうみんな弾けまくん。その時に必ずね、2回ぐらいみんな歌ってましたね、このワインレッド。で、だから、こういう曲なんやっていうことで、実は、安全地帯の、ワインレッドは2回ぐらいしかテレビで見たことなかったんだけど、はい、で、久しぶりにね、いや、でもワイン、やっぱり玉置浩二って、とにかく東アジアで最も歌がうまいランキング1位でしょ。うん、ほんで、玉置浩二さんの歌を聴いた、その、ヨーロッパの人とか、アメリカの人がボロボロ泣いてるんです。歌詞がわからなくても。それで、いや、やっぱりルーツはやっぱワインレッドやろと思って聞いたら、すっごい楽曲だと思って、特にね、僕、この展開で、もっと勝手に恋したりでしょ。もっとキスを楽しんだりって、これ、まあ、同じ A と A ダッシュじゃないですか。その後、忘れそうな思い出を、これ待ってないよね、うん、忘れそうな思い出をそっからどう着地するって、はい、もうそこへ行ったら、うん、僕の一応ほんまに恥ずかしいですけどとてもねそのリリックは無理ですよね、うん、ホップステップでジャンプが18メートルぐらい飛んでだったっていう感じで、うん、ほんなそっと抱いているよりって、うん、この着地はね、うん、まあ奇跡的な曲奏やと思います。僕この曲奏の中で一番奇跡的なのはここね。うん、A メロと B メロをつなぐ、うん、そのブリッジって、うん、前言ったら作ってくっつけてとにかくは展開して解ければええわと、うん。計算問題が解ければええわっていう感じになりそうだと思うんですけど、うん、そこのメロディーが最も美しい。うん、普通はつなぎで作る連結部に、なんか、すごいデコラティブになってるっていうか。それが、ほんで、忘れそうな思い出をそっと抱いているより忘れてしまえばっていう、うん、この詩って意味がわからない。これだけ歌詞を言わない。忘れそうな思い出をそっと抱いているって言って、忘れてるのか忘れてないのかどっちなんやって。この歌詞自体の意味が空虚なのに、忘れそうな思い出をっていう時に、そうかってこう納得させるような、ちょっとこの世に降り立たないようなメロディーが降り立ってる。この、なんか玉置浩二さんの本、すごい魅力って、この、とても降り立たないようなフレーズが降り立つ。で、それを普通の人の何倍もうまく歌うっていう、もうしゃあないな、みたいな。そういうところが、実は魅力で、すごいベタなヒット曲のように僕はそれまで思ってたんですけど、自分でちょっと練習したり、よく玉置浩二さんの歌を聴いたら、まあまあこの凡庸な言い方で本当に悪いんですけど、ありえない音階が続いてるって感じに思いません？ちょっとありえない。で、このありえないような音階がつながるって、ごく一部の人に許された、うん、特権やと思うんですよね。筒美京平さんとかさ、はい、今さ、これ話がちょっと横道それで、また会う日までを若い、ミュージシャンの方が歌ってもう一遍ヒットしたりしてるんですよ。はいはい。ほんだら、また会う日まで、会える時までって、うん、これもわかりますよ。別れそうそんな、話したくない。その後、うん、なぜか虚しいだけって、そこへ繋がらないんですよ。うん、まあ、これは、なんやろ、
曲作ろうと思った人しかわからない奇跡だと思うんですけど、うん、ここのブリッジは作れないよねっていうことが、うん、僕はなんか名曲のこのなんていうのかな条件、うん、A メロと B メロはできるんですよ、うん、だからそれをつなぐブリッジのような部分が、うん、まあサビに行くとこのブリッジっていうんですかね、うん、そこはもう絶対的な天才の領域やと僕はちょっと思うんですけど、うん、そういう意味では、うん、このワインレッドっていうのは歌謡曲、まあベタという意味でね、歌謡曲ってすごいんですよ、すごい曲ばっかりなんですけど、うん、ベタで老若男女、うん、あらゆる職種の人がみんなちょっと酔っ払ったらちょっと俺もいい男に思われたいから歌ってみようかってみんなが歌うんだけど、うんうん、その稀なメロディーっていうか、うん、そういう感じやと思うんですけどね。あのこれあんま言わんといてほしいんですけどあの玉木さんは僕から見ると十種退癖ですね、はい、だからあの一つこう歌い出すと例えばあのあんなにも好きだったでも曲唱にね、うん、あの歌ってその後聞こえてる曲台に行く、ねうん、曲章から曲台に行く、うん、でそこまでの膨らみを持たすと、うん、もう尾翼が持たないで、うん、飛行機がこう気流に巻き込まれる感じになると思うんですよね、うんはいはい、ところがそこでこの気流に巻き込まれなくて、うん、着地できる、うんで、それはやっぱり十種退癖が持つものすごい広いフィールドを、だからそれだけ鍛えやんなあかんわけ。うん、鍛えて鍛えて鍛えて、その広いフィールドを自由に飛び回るぐらいに、この欲を鍛えなければいけないっていうか、うん、大きな大きなワシの翼って、小さな、うん、まあ鳩さんに言われると、鳩さんの翼を鍛えるよりも、鳩並みにさ、羽ばたこうと思ったら、ものすごい、ひらめきと頭脳と訓練が必要でしょ。うんそういう意味ではもう大きな翼を持ったワシのような声量を持ってる、うん、その潜在力として持ってる十種の能力を最も引き出してる人の一人ですよね、うん、もう一人が体は小さいんですけど、うん、尾崎裕久さんもやっぱ十種ですよね、うん、あの豊かでしかもマイルドな声量をどちらもまあまあ最大限に引き出してる、うん、だからそれが証拠にそのワインレッドがあの日本国中を席巻してる時の多分20代でしょ、うん、その頃の、うん、あの玉木さんはもちろん痩せてるってこともあるんだけどやっぱ線が細くて、うん、その頃だって十分その頃の歌謡界で5本の指あるいは3本の指に入るぐらいの、うん、歌う上手なんですけど手だれなんやけど、うん、今の玉木浩二からすると、うん今が横綱やとすると小結び程度に見えますよね、うん、だから20代から50代60代まあ50代ぐらいで完成したとすると30年間どん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 声量が増えていった、うん、あのもともと天才的なんだけど天才的な上に大器晩成みたいな、うん、そういう奥の深さのある歌手なんですね、うんで、それはやっぱり十種退癖っていう元々のトルクの高さっていうものを加えて考えると非常にこの歌の人生がこんなことで怒られるかもしれませんけどこう捉えやすくはなりますよね、うん、捉えやすくはなるっていう感じはするんです、うん、なるほどこの歌自身は本当にこの一対一の小さな世界小さな世界っていいんですよ、うん、ディープな小さな世界の恋愛の、うん、もう夜のしじまの中のある一場面を歌ってるんだけど、うん、この曲の広がりはものすごく普遍的ですよね、うん、まるでこう波が寄せて引き引いていくぐらいのスケールというものがある、うんうん、で若い頃の玉木さんはそれをやっぱり歌謡曲全盛時代だったので、うんうん、男と女の物語としてに寄せて歌ってる感じがあると思うんです、うんでもそれが50代以上、50歳以上になって、玉木さんがもう一遍炸裂する時代が来ますよね。うん、その時代にこれを歌うと、もう、千変万化するワインレッドになりますよね、うん。なんか自分の番組の中でこうやって歌うときは、目の前の2人ぐらいの
お客さん、それも歌手の人が大体お客で来る番組やねん、うん、それをもう包み込む、眉毛包み込んでしまうような歌い方もするし、うん、オーケストレーションの中で歌うときはもう1000人、2000人、3000人を包み込むような歌い方をする、うん、でそれはこの曲が歌謡曲のニュアンスを持っているけども、うん、同時に何やろね、そのちょっとこのイーグルス的なロック的な、うん、なんかそういうニュアンスも持ってる幅のあるメロディーがあるから、20代の玉置浩二も50代の玉置浩二も、うん、まあ恐れを知らぬ言い方で言うと好んで歌えると、うん、それはこの歌がもともと持ってるポテンシャルの大きさもあるというふうに思っています、うん、はい、恋したり、もっとキスを楽しんだり、忘れそうな思い出をそっと泣いているのに、忘れてしまえば透き通った瞳のままで、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を持つあなたの願いが叶う。何度も抱き合ったり、ずっと今夜を揺れ合ったり、悲しそうな言葉に酔って泣いているように、ワインを開けたら「あなたはただ恥じらうより手立てがなくて」「あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を持つあなたの願いが叶う」名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの気を実はやりたいなと。外れた前